南部の部は、戦国時代から安土桃山時代にかけての、道の区国の武将、戦国大名、南部氏、第26代当主、南部家中高の祖と言われた、天文15年3月1日、南部家の第22代当主、南部正康の次男、石川隆信の,の所長氏として、岩手郡一家大城で生まれる、A68 年、いとこである南部氏、第24代当主、 南部春政に男子がなかったため、その長女の婿となり、養子師として三考城に迎えられた。A69 年と a 6 1一年、和野軍に侵入した安藤愛紀軍も撃退する。元気元年、春政に実施、南部春津軍が誕生すると、次第に春政から疎まれるようになる。元気2年5月節もある。南部一族の大浦亀信に石川城を攻められて、 ジップ、石川隆信が自害する。これは、石川家を弱体化させておきたい春政が、石川家の津軽地方をかすめ取る、よう、大浦亀信を密にそそのかしたとの説もある。なお、南部氏側資料では、石川隆信は、天正9年に病死し、大浦亀信に責められていないが、南部氏側の作為を示す証拠が存在する。天正4年、性質が創生すると、 本人も身の危険を感じていたのか、春政の養子氏の座を辞退した五冠に引きこもるが、資格の脅威から逃れるため北信愛の県を子官や、根城、南部氏当主、八戸正江の根城などに身を隠す。春政は信直への不信を抱き続け、南部家内は、春政並び一族内の有力勢力、久野平氏の連行と、信直を名手とする、南長吉、北信愛の連合の間で対立していく。 南部市、第25代当主春継が没したことにより、急遽南部一族や重臣が一堂に返し代表状が行われた。春継の後継者としては、久九平氏当主、野平正美の弟で、かつ、春正の次女が嫁いだ、九戸寂地下を推薦もあったが、北信愛が、事前に、八戸正恵を調略し、結局は、信愛や南長吉から支持された信長が、南部市、 第26代当主を継承することとなった。このため、野平正美は遺恨を抱き南部家中は不穏な状態であった。なお、この家督継承が天正9年だとすると、春継のページでの春政から春継への家督相続の時期が天正10年の記述とは整合性がない。これら南部宗家と一族間の内部構想、並び南部領内に、 たびたび侵入する外敵へ対処せざるを得なかったため、そのまま、大浦ための部に、津軽地方は切り取られていくのだが、南部氏側は有効な討伐を行うことができなかった。天正十四年説もある、高水寺柴氏の当主、柴戦次下を滅ぼして、勢力を拡大した、豊臣政権の前田利家との交渉は、天正十四年八月頃から確認され、 前田敏家が信直の取り継ぎをすることになる。天正十八年一月津軽へ兵を進める。大浦ため信は密に上落するためすでに津軽を離れていたと思われるが、大浦側の抵抗が固くまた、真冬でもあり、南部軍は苦戦を強いられ、目的を果たせぬまま、小田原三陣のため撤退した。八戸正江に三個城代を委ね、正江の子、八戸直江を随伴し、 平戦を率いて、同年4月、豊臣秀吉の小田原征伐に参陣、そのまま従軍し、欧州仕置の軍を進める秀吉から宇都宮において、7月27日付で、南部の所領のうち七が軍についての覚書の衆院状を得る。しかし大浦亀信に、津軽地方を横領されたことの訴えは、南部市の小田原参陣よりも早い3月に、亀信が秀吉に、 小田原都城の沼津にて一見し、すでに津軽市へ所領安堵されており却下された。同年7月、秀吉の欧州遠征の際には、朝野中正と共に先鋒を務めた。大潮期後に、河西大崎一騎阿波が、冷え抜き一騎天正19年に、久野平正美の乱が起きると、豊臣秀次を総大将とした秀吉からの10万人の援軍を得て、これを鎮圧し、 マサミラム本人を処刑した。久野ヘシ討伐直後に信直は、討伐軍に加わっていた、津軽ため信を悪役であると小田原三人寺に続いて、言い募り、秀吉の奉行である、浅野長政に、実父石川隆信の,の仇討ちの許しを願い出る。長政がこれを拒否すると、今度は、ガムウジサトを介して、長政に仇討ちを願い出てきたので、長政は再び拒否するとともに、 不足の事態を避けるため、津軽ための部に即刻領地へ帰りを促したとされる。秀吉の命で九古城をガモウジサトが回収し、信直は三古城から巨城をここに移し福岡城と改名した。また出領している津軽さんが軍の代替地として、我が軍、冷え抜き軍の二が軍が加造され、九が軍十万国の大名と認められて、十一月に着し 南部都市直と共に上落して、秀吉に射している。信直の党首権確立を強力に擁護した豊臣政権により、天正20年までに信直の党首権力が確立したと言える。文禄元年からの朝鮮出兵では、秀吉に従って千余名を率いて、非前名古屋城に参陣したが、朝鮮に都会せずに翌年に帰国を許された。非前国より帰国後は、 森岡に居城を定め、追記や、諸城の破却に着手するなど、領内の基盤がために専念した。久野平正美の乱後の仕置きによって、南部氏は、伊達正宗と領地を隣接することとなり、森岡への本城の移転は、狡猾な野心家である、正宗の侵略に対抗するための防備であったという、慶長三年に、秀吉が死去すると、徳川家康に接近する。同年、信直は、 森岡城の築城を開始するが、その完成を見ず慶長を4年10月5日、福岡城で病死した。去年54、法名は、城王院殿前、高六大武鉱山信仰大古寺。墓所は、青森県三考軍南部町の参考院にあり、信直と皇室夫妻の墓が現存する。晩年の信直は中部を患っており、秀吉への配越や朝鮮出兵の従軍のために、 西方へ行くのも苦労していた。死の直前、信直は、長女、千代に向けて書かれた手紙では、大事ない、海藻が食べたくなったので、ワカメや昆布を確保してほしいと言っていたが、その直後の死であった。あとを、長男の年直が継いだ。天正二十年七月二十七日付、豊臣秀吉主因城、南部信直宛直。ぬかの部軍は、官営十一年に、北、三個、二個、 9個の4が軍に分割された。我が、冷え抜き一騎によって滅亡した、冷え抜きヒロの娘もしくは元性質は、お産は出家し、月庵にと称したが、冷え抜き家を再興すべく三個城を訪れ、思惑通りの武ナに見染められて原則、冷え抜き御前と呼ばれる側室になったが、冷え抜き家再興の夢は成就しなかった。ABCDEFGHI ンド西村1990。 p590 熊谷隆二、豊臣政権の八戸新編八戸支出支編原子古代中世2015年瀬戸薫前田利家と南部信名四死金沢五号1999年千葉一代豊臣政権と北欧大名南部家山本白文堀信曽根イ二編偽りの秀吉像をぶち壊す柏書房。 2013年92ページ、熊谷隆二、南部信部の原服書について、古文書研究84号、2017年、AB アベアンド・西村1990、P591、7グ1987、P250、ありがとうございます。